30試合出場。ビジョがジャイアンツからブレーブスへ移籍、今季途中にドジャースに在籍したキャバン・ビジョ内野手がマイナーリーグのトレードでジャイアンツからブレーブスに移籍した。米メディアが伝えた。今季だけで4球団目となる。29歳のビジョは2019年からブルージェイズでプレーしていたが、今年6月7日、日時間8日にメジャー40人枠から外され、事実上の戦力外、DFA となった。6月12日、同13日にブレードン・フィッシャー投手とのトレードでドジャースへ。30試合で打率192、3塁打10打点、オプス635をマークしたが、8月5日、同6日に DFA となった。8月23日、同24日にジャイアンツとマイナー契約。そして今回、トレードでブレーブスに渡った。地元紙、ロサンゼルスタイムズのビル・シェーキン記者は、自身の X、旧、ツイッターで、ジャイアンツはキャバン・ビジョを金銭のためにブレーブスへトレードした。ビジョにとって今季4球団目だと伝えた。地元紙アトランタ・ジャーナル・コンスティテューションのブレーブス版ジャスティン・トスカの記者は X で、ブレーブスはマイナーリーグのトレードでジャイアンツからキャバン・ビジョを獲得した。彼はポストシーズンに出場する資格はないと伝えた。ビジョの父親はアストロズ一筋で通算3060安打をマークし、野球殿堂入りしたクレイグ・ビジョ氏。今後どんな野球人生を歩むだろうか。フルカウント編集部。